今日午前5時ごろ、神戸市須磨区の神戸総合医療専門学校の警備員から、5階の窓から黒煙が見えると消防に通報がありました。火はおよそ50分後に消し止められましたが、5階の教務室など80平方メートルが焼けたということです。けが人はいませんでした。警察は非常階段から校舎2階につながるガラスが割れていたこと、 また建物全体から灯油らしき匂いや廊下に液体が残っていたことなどから何者かが侵入し放火したものとみて捜査しています。